バナナフリッターズの山寺宏一です。バナナフリッターズの日高のりこです。バナナフリッターズの関俊彦です。ややっ、やっ、バナナフリッターズは皇后。 ね、三回目ですよ、今回ですね。来ましたね、三回目。え、三回やったら十回はいけるね。そういうことなの。そういうルールがあるの。なんととなく、なんこの番組ね、聞いてくれてる方ってどのぐらいいるんだろうと、ちょっと気になってね。それでね、番組公式ツイッターのアンケート機能を使いまして。記念すべき第一回の放送を聞きましたかと。問いかけたところ。今回もたくさんの。 バナフリッコの皆さんが参加してくれましたよ。はい。どんな感じなんでしょうね。うん、はい。投票数が六百二票。うん、はい。リ、うん、アルタイムで聞きましたという方が二十パーセント。はい、うんえー。再放送で聞きましたという方が十パーセント。はい。聞き逃しちゃったという方が五十六パーセント。<笑><笑>はて何のことやらという方が十四パーセントという結果でした。え、ということはなんですか。うん、聞いた人は三十パーセント。<laughs> いやでもじゃあ超過ぎ率三十パーセントってことですね。逆に聞き逃しちゃった方が五十六パーセントもいるということは。何のホテルなんこれから伸びるという。伸びしろがないとか。伸び伸びしろが伸びしろが伸びしろがあるんですよ。伸びしろがね。本田圭佑。いや本田圭佑の真似をする。 いうそれも似てなかったですけどね。いやでもね,ねほら投票してくれたか聞いた方の中の1%も満たない人、うんうん、<laughs> そんなことないか<笑><笑>いやいやいやふうにとろいろんなこと。でも、ね、しょうがないですよねだって私たち22年間も眠ってたわけですから <laughs> そうですね仕方がないですよ。これからやっぱりね 順番に起こしていかないと、そうそう、徐々に。投票数とか、聞きましたの数をどんどん増やしていきます。目標にね、ちょっとずつ頑張っていこうじゃないですか。私たち、うい、ういしいね。初々しい人は自分たちを初々しいとは言わないけどね。自分たちを鼓舞してね、なんとかね、あのメッセージをね、たさんでもいただいてるんで。すそうなんですよね。紹介しようじゃないですか。はい。はい。準備参加いただきました。青春がよみがえりました。 次回も楽しみですいくつなんだろうじゅんべさんね、近いぞ多分私たちとまんじゅうこわいさんお三方がとても楽しそうで聞いているこちらも幸せになりました毎週お声が聞けるなんてこれは自服っていうのかな耳服っていう人もいるけどね耳服でいいですかそういうことですねポンさんからいただいておりますはい。仕事が終わってギリギリ間に合いラジオを聞けました3人のトークを聞いて本当に復活したんだなと考え深かったですセルフライナートークでは歌のパートやキーの難しさについても知 みたいです。そういうちゃんとした話を全然してなかったですね。確かにそうですね。それじゃできるんですかね。ねえ、だってロンちゃんの声はすぐわかるけど、俺とセシアンどっちなのっていうのとかもね、あるかもしれない。どうなんそれはわかる。わかる、わかる。二人の声ちゃんと私は聞き分けられます。何だね。三人しかいないメンバーのうちの一人だからね。えっとね、森山ですさんからですね。え、お三方のファンとして。 母と一緒に楽しみました。いいね。ね、ドラマファンとしても赤根涼がムースの名前が出てきたのも感慨深かったです。あやっぱりドマの話になるんですね。そうですね。はい、こちら大場剛さん夜勤前に聞きました。お三方の掛け合いを聞いていたら山寺さんがイベントで関さんので縦笛を借りて服練習をしていたというエピソードを思い出してしまいました。通信背景赤根さんカラオケに入っていたのでたまに歌っています。あ、嬉しい。カラオケに入 ねそれがすごいね山は歌が多かったからねなんかの打ち上げでカラオケ行った時これ歌ったことあるいや一回もないです一回もレコーディング以来一回もだったことがないですあのこの関ちゃんのね二手笛って笛を歌う俺がでも一番覚えてるのはねえっと山ちゃんがなんかステージがあってそこでなんか俺のウクレレをちょっと貸してくれって言われてウクレレ持ってってステージ上で俺のウクレレを破壊した すごうん。そうだ。そんな。コントのノリでさ失礼なことするわけないでしょう。破壊。破壊ってどういうどだけの破壊。いや、コントのノリで破壊したんですよね。え、それはウクレレを床に叩きつけるぐらいの激しいコントだった。のジミヘンドリックスみたいなやつ。そんなこと。いや、それ。あっ何年ずっと恨みに思ってたんだろう。いや、いや、いや、そんなことないよ。いや、思い切ったことをするな。ずいぶん破天荒だったんだね。俺、そうだね。いや、いや、破天荒だった。俺魂ロックじゃない。そうだよ。え、そんなこと。し さあ、全然覚えてないけど、よし、復活ライブでは、それをまたね。やるのね、再現しようかな。じゃ、あえ、ふえ、買ってくるよ。ふえ、ふえの今も。だめだめ。いや、当時だって、別に、あの、できる、あの、笛のお兄さんの役じゃないから。ふえない方の、ダメダメのお兄さんの役だから。そうだったっけ。ふえだっていいの。あ、それ、笛を歌うだったけど、踊ってもいたよね。あ、じゃ、な、やめとね。いや、踊る、踊るの、復活ライブではね。いろいろね、思い出のコーナーをやら。なえ、じゃ、山ちゃんは、思い出のコーナーは、その、たたき、たたき、行こう。たたき行こう。 笛を吹くと。笛を吹くとじで私は何をやれば？たまに乗る。そこへ行くんだね、結局ね。もちろんでしょ。それバナフリライブでもやってないけどね。やってない、やってない、やってないよね。でもあれは多分サーカス団とかで借りないとないよ。あの木の玉、あの危でしょうでも基本的に。いやまあなバランスボールかなんかでやろうよ。バランスボールじゃ無理だって。あれ七十キロもあるんだよ、一玉。それじゃなきゃいけないキムアリオンがんのその玉乗りを七十キロのやつやんなきゃいけない。安定感が違うんだって。あれがあったじゃん、一人車。あ一人車ね。あの方が一番なんかスマートなんじゃない。ス 乗り物得意なんだね。乗りでも、まあね、でサーカスのお芝居に出た時にね、特訓で。そうなんです。そうなんです。じゃ、あたまはお金かかりそうだから。一じゃ、私たち何、復活ライブって隠し芸大会みたいなもんなの。まあ、半ばそういう感じでしょう。全員色物かい。あの、皆さん、アンケートへの参加、それから、たくさんのメッセージも本当にありがとうございました。ええ、さてさて、先週の番組の最後で、バナフリの新たな一歩に向けて。 会議がありますというふうにお話したんですけれども私たち三人も参加しましたよねしましたししまた。ちゃんと真剣に話し合いしましたね話し合いしました一時間ぐらいですけどね中身の恋ねその内容に関する発表がまさかあったりとかするんですか番組内であるよさあ ラジオ、はい、ライブに続くバナフリの新たな一歩何だなのか、ね、<laughs> さということで皆さんのお楽しみにしていただきたいんですけども <laughs> さて この話は変わりまして、受験シーズン全くな中ところどころ台本があるんだなって皆さんちょっとずつ気づきかをと思いますけどね。した勉強すごい頑張って、高校受験大学受験、全然覚えてません。本当に覚えてないの？オーレバーでもあの文系だったんだけど、えっと国語英語日本史取ったのね。でまあ当時デルタンスだっけな。あった。それでやったんだけど、それでも覚えられない頭良くないから。でなんか英語の単語をさ。 なんか日本史みたいにゴルで覚えるっていうのがなんかあって、うん、で、その方があったのおしてる犬が寝るから剣寝るだった、ね。そうそうそう、そうです、そうです。うん、うん、なんか、<ー>で、アフェクションっていうのがあった時に、覚え方がね、あ、アフェクション <laughs> 風邪を引いて愛情を求めるとかなんかそういう覚え方なんだよ。でさ、<laughs> 無理がね、アフェクションの愛情が繋がらなくてさ、そうそういざ問題の要旨を見た時にあ、アフェクション出てきたと思って、あ、これもう何回もやってやアフェクション、えー、アフェクション、えー、その後なんだっけっていう <laughs> 意味が大してつらかったけどね。あんまりなんか微妙になんかうまく効果がなかった,方った<ー>アフェクションだけ覚えてて、ね。<laughs> でもちょっと読んでるときはなるほどって思ってっ絵を思い浮かべなきゃいけないんですよそうそう,そう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 。俺覚えてるのは。 犬が寝るからケンネルタ1個だけいやあと何にも覚えてないからそれはまあ有名だからね考えてみるとだってもうよくそんなんでねんとかなったなって思う感じのことばっかりですよ俺ほんと歌詞とかが覚えらんなくてさ歌詞に1番2番3番とかあったりするじゃん全部微妙にこう言葉が違うやつねおごで覚えらんねえかなとかそう思っちゃったんね歌詞覚えはどうしてんの 昔から歌詞をやられて,ししてるれい,いてるじあ日高さんはもうそのあたりはエキスパートなんですね。歌詞の覚え方がもしかして受験勉強につながるかもしれないし今聞いてる受験生の方の大きなヒントになるかもしれないからね。大きなどうやって覚えるの歌詞は。私、う、は、ん、あの割と振りで覚えるっていうところがありますよね。当て振りみたいな感じ。じゃ振りありきだったりした方が覚えやすいんだ。 それもそうだね。その方がね、覚えやすい感じがありますよね。ってことは、皆さん、に何の参考にもならない。受験生の皆さんに向けてのメッセージなんですよ、これ。そうなんです。まあ、最終的にはですね、試験会場に着いたら、開き直る。あ、それは大切。でねドキドキしない。ドキドキしない。ね。そう。普段の力を出し切るというね。やってないことはできないんだからね。そう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 。いつも通り、練習通りみたいな感じで。やればいい。だけどさ。いつも通り、冷静通り、できないから、あんたみたいな結果になったんじゃないの。わかってるけど。今、私が。待っ まとめようとしてるのどうして蒸し返すかよじゃ我々のライブはさね、傾向通りお客さんを入れないでやれば大丈夫おい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 そうしたら私間違いないと完璧だと思うやる意味がないからねじゃあ受験生の皆さんに最後にビシッと行こうよそうですねはい受験生の皆さん頑張れ頑張れだけかよバナフィッターズは GOGO We are バナフィッター でこの番組では「バナフリセルフライナートーク」と題しまして毎回バナフリの名曲を私たち自らで解説していきます、うん、で今回はバナフリだということなんですけど、ねね、じゃ先ほどありましたけども、うん、キーのこととかそういうことをもう交えながらお話ししますかそうですねね、うん、このハモリが、ね 一番なんかかポイントというこれさ「スラップスティック」のコンサートに出た時に「関ちゃんだっけこのハモリのパートが全く覚えてない」って言ってだからなんか聞き取れなくなっちゃってるんだよねでもそうしたらそのパートは山ちゃんが歌ってたっていうことだったのか。で山ちゃんはそこしか逆に言うと知らないからそうだからハモリの主戦率がよくわかんなくなっちゃう俺聞き取れないんだ俺聞き取れないんだってすっごい関ちゃんが言ってるはずだよっつって言っても聞き取れない。 だったら、あ、俺だったねっていう。<laughs> そうだ、そうだ、そうだ。これはあれですよ。プラトニックじゃ我慢できないと同じように、秋元、ね、やすしさんと。そうですね,ね、そ後藤次利さんの、二人のコンビの作詞作曲ですよ。バナフリラもそう。で、私たち当時、もちろんプラトニックじゃ我慢できないも、いい曲なんですけれども。なんか、このバナフリラが好きって、三人とも言ってた。ねまあ、バナフリラっていうことも入ってましね すごいね、秋元先生がね。うん、そうだね。バナフリッターズのためにかいて、バナフリという言葉を入れてくれたんだもんね。そう、バナフリラってね、作ってくれてね。ね。ね。あ、私そういえば、秋元康さんに会ったのよ。最近の話。うん、えっ、ー、とね、去年のね、0月ぐらいかな。平型部に入りませんかって。違う なんかパーティーだってそれでその時に「すごく久しぶりだね」って言ってくれて「ああの実は来年またバナフリやるんです」って言って「また曲歌わせていただきます」ってねちょっと挨拶させてもらったおおそうなんだまさか失礼なこと言わなかっただろうねもう一曲書いていただけませんかなんて思い出。 このバナフリーラはやっぱり宝物だね私たちにとってはそうだねかっこいいねすごさんがねで生み出してくれて後藤さんかっこよかったねねねこの曲意外と低いところからこう入るそうそうそう低いところからねこの曲私割とキー的にはものすごく楽ちんなんだけど二人はどうなんですかそれってさ割と珍しいパターンだよねだってキーでいつも苦労するもんねそうそう意外とねやっぱり男女のユニットってのはどこもそうでしょうけど多分私ね のライブでもこの曲は歌うと思います。多分じゃなくて絶対歌うよね。間違いなかね。あのシングルになってる曲がほとんどそんなないんでね。そんな何ですか。この歌とあとプラトニックさ覚えていただければライブに来ていただいて楽しんしいんじゃないかなと思ってて。募しといてもらうっていうね。そう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 。みんなで歌うのコーナー作る。作ろう作ろう。募集するって今カラオケにあるけどさ、歌入りのやつってどうやったら危険だろうね。爆鳴聞くしかないですよね。だってさ、そうだね。ね。 YouTube とかいろんなとこでね、昔のいろんな曲って何でも聴けるようになったじゃん。バナフリ出てこないよね。本当に出てこない。めったに出てこないよ、俺。前なんかほらやるときに、スラップセックスの出るときに、いろいろ聞こうと思ってたけど、ね出てないっても悲しいことだなって。確かにそうです。ね需要がないのか。そうだったのか。知りたいってね。普通持ってくれいろんなの出てくるよ。ものすごいクールとかも出てくるのに、俺昨日うなこはクールの俺の CM 出てきてびっくりした。 冷たきくーってやったや <laughs> それだなのにそんな見る人いるんだよなにバナフリだ,だおかしいヤバちゃんのさそれまで見たいと思う人がいるんだったらヤバちゃんの歌ってるバナフリもね,ね<ー>聞きたいって思ってほしい<ー>さあそして、えー、第一回の放送の後ですね番組で応援したバナフリのデビュー曲、はい、うん 今夜はパチグのジャケット写真を番組公式ツイッターに載せたところ、皆さんから反響があったみたいです。はい、ありました。ありましたよ。はい、波中さん、うちにもありますよ。舞台のパンフレットもありますよ。すごい。よく持ってるね。すごい。セラちゃん、のんこさん。デビュー曲初めて聞きました。もっとバナフリの曲が知りたいですという。ありがとう。ございます盛り立ての方ですね。ねえ。 それからあやずきんさんうちにもありますカップリングの曲も好きあ、出た出た <laughs> ビカビカマーチやっちゃいなーなんですねそうそうそうで、あのライブ正式決定の発表に対してもですねメッセージいただいてますんで、はい、紹介を、はい、え今さんライブ絶対行く絶対行くと 繰り返してくださっています絶対来てくださいありがとうございますマチコさんの方は復活ライブマコチさんじゃないマコチさんコさんじゃないんだマコチさんマコチさんか復活ライブ正式に決定おめでとうございます六月は予定開けときます体が柔らかくなりますように俺たちのとねそうねそうねえ、そして寝落ちの女王さんライブすごい楽しみです六月は全部開けて待ちます万が一お葬式とか被ったらお腹が痛くなっちゃっていけないと嘘をついてでも当日の予定を開けたいですお葬式 言ってくださいあのね <laughs> 誰の葬式にもよるけどね理恵、ねえー、さんかな、うん、里恵さ,さんだな、うんえー、主人にライブ行きたいと伝えると何を今さら俺十五年前高校の時大阪 IMP ホール行ってるしと感覚が知られましたすごいなすごいご夫婦だね<え>私は当時九歳で行けてないから今回行きたい子供たちもランマ大好きだから家族で行きたいですいやありがとうございます素晴らしいご主人はなんと罠振りのね

そして今お二人がご夫婦ねって奥さんが行きたいって言ってくださってるというね。お子さんもお子さんもあらそうかえファミリーで来てもらえばいいんだねあ、そうだネズミ山式に来てもらえばいいんだねなね今から無理だろうはい関俊彦さんの妹ディンさんバナフリ復活どれほど待ち望んだか6月のライブスケジュール合わせていきますはいえそしてアッシュさん6月にバナフリライブ正式決定今までさんざん6月6月言うてたのに正式じゃなかったんかい本当だよね本当だねはい、という ことでいいですかいいですよ,いいですよどうぞ <laughs> ごめんねこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますただいま募集中のコーナーは私の知っているバナフリの世界 CD 持ってますラジオ聞いてましたライブ行きましたという完熟バナフリックの皆さんはバナフリの体験談を そして私の知らないバラフリの世界25年前生まれてませんバラフリのことも全然知りませんというもぎたてバナフリっ子の皆さん我々の質問を送ってください <laughs> はい、えー、私たちにやってほしいことバナフリソングのリクエスト近況報告も OK です番組の投稿は BF55 公式ツイッターアットマーク BF55 アンダーバー AG へのリプライもしくはハッシュタグ BF55 をつけてツイートしてくださいはいメールの方は BF55 アットマーク JOQR.net での投稿もお待ち していますさあはいそろそろはいもうお別れの時間ですよと、はい、ねぇ<ー>最後に重要なお知らせがございますお<っ>ラジオライブに続くマナフリの新たな一歩としてあのね実は新曲制作中なんです 夏のニコ生特番配信後にこの「バナフリ」新曲プロジェクトも密かに進められていたんですが僕たちが知らされたのは12月の初めぐらいでしたね。そうでですすね嬉しかったよスタッフ会議の段階ではまだデモ曲って言ってね完成前の楽な仕上がりの曲を聴かせていただいたんですけどこれがねいい曲なんですよそうなんですよね。 どうかなと思ったんでねいろんなジャンルの曲我々ほらうん、うんね、かつて歌わせて頂い,いてたんだけど二十、うん、何年経って、うん、どういう曲を3人で歌うんだろうと思ったら3人ともパッと聴いて「いいなね!」ってなったよね。そうでそうしかも今までのバナブリのなんか曲のラインナップと違うんだけど。うんどう あこれバナフリにぴったりじゃんっていう不思議だよねしっくりきたよねちょっと歌ってみるそれダメ絶対ダメだったからこういううっかり歌っちゃったら面白いけどね面白いですけどもねいやでも本当にまさか新曲がね作れるなんてね思ってなかったので本当にありがたいです楽しみしていただきたいと思いますということでバナナフッってさゴーゴーお相手は山寺光一と日高のりこと関俊彦でした To be continued to be continued to be continued